愛媛県の松山市に来ています明日高校2年生対象の、まあ、特別授業が出張講座がありますので全泊で来てますで今ホテルで何やってるかっていうとできるようになる英文読解っていうタイトルのね教材をえ使ってるんですけど大学入試に出てきた英文を和訳をしてもらってでそれを私が添削してアドバイスをするっていう形のサービスを始めました、うん まあ目的は教育の地域格差を解消すするというところにあります、まあ、今インターネットを使ったらね、まあ、全国どこからでもアクセスできるわけですから、えー、でしかもこれ匿名で、えー、やり取りができるっていう、まあ、もちろんこっちは名前名乗ってるんですけどなん、えー、だかなここならっていうサービスかな、うん、そこを使ってやってますのでぜひ皆さん気軽に参加してもらえればと思います、うん、その ネットのね、授業配信ってのあるんだよね。で、ただね、授業をいくら聞いてもできるようにはならないんですよ。うん。まあ、聞き流すだけみたいになって、なんか分かった気になるっていうね。うん、そこで終わってはね、成績が上がらないですから、うん、何をやってるかってうと、まあ、実際に手を動かして、答案を書いてもらう。で、その答案、アウトプットに対して、まあ、私の方から助言をしてっていう。で、それを次の教材、次の段階では改善して、で えー、また修正して、ね、次またさらに上に行ってっていう一歩一歩ね改善していく上がっていくっていうのを、えー、やっていこうという形で、えー、始めましたまあほにまだ始めて何日かなんですけどね、うん、もうとにかく絶えずあのもう申し込みが来ていましてねで、まあ、こっち1人でやってますからあの規模がしょぼいんですよね、うん、たくさんいっぺんにはできないんで人数の上限を 設定しててやってるんですけど、まあ、皆さんもぜひ申し込んでいただければ参加していただければと思います、まあ、中学生高校生でもいいですし大学生の方社会人の方、まあ、とにかく英語をちゃんと読めるようになりたいっていう方は、えー、ぜひとも参加してもらえればなと思ってますで読めてるつもりなのが意外と読めてないですよねってところを、うん、気づいてもらえるんじゃないかと思います、まあ、その自分が間違ってるのを指摘されるのは嫌だっていう方には向かないですけどまあ 間違いを指摘されて英語を正しくちゃんと読めるようになりたいという方には非常にいいサービスになっていると自負しています。で、まあ、基本的にワン、えー、コイン500円で、えー、やらせてもらってます。うんえー、入門編だと短文1行の短文を、えー、5分和訳してもらってます。で、えー、中級編こちらは、うんまあ、ワ,ンパラワンパラグラフ。 一つのパラグラフをまあ全訳してもらって、それに対するアドバイスをするっていう形にしてます。うん、あの和訳なんて流行らないっていうふうに思うというか、まあていうかね、コミュニケーション重視、スピーキング重視っていう風潮なんですけれど、やっぱり基本はね英文法と英文解釈、英文和訳なんですよね。 ここができてないのにペイ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 喋ってたところでですよそれは喋ってるつもりなだけ流暢に喋ってるように聞こえるだけで特に何も言えていないっていうねどっかの大臣みたいになるわけですよどの大臣とは言ってないですよ勝手に決めて批判すんじゃないとか言われても困りますけどねとにかく本格本数法の 英語教育をやろうと思ったら英文法と英文解釈ってのは避けて通れないと私は考えてます、えー、通信教育しょぼい通信教育で、えー、これからもやっていきますので、えー、ぜひ皆様、まあ、中学生高校生の方に限らず大学生社会人の方も参加していただけますうんさっきも言いましたけどワンコインなんですけどこの検索してフィードバックをまあ文章で書いて送るんですけど まあそれを作るのに、うん、30分から、うん、長いと1時間半ぐらいかかるんですよね。だ完全に、うんまあ、無償ではないんですけど、まあ、ボランティアみたいに近い形になってます。まあ、これで儲けようって話ではなくってとにかく、えー、教育の地域格差これの解消の第一歩になればと思います。で僕以外にもこれに続いてくれる人が、えー、現れてくれたらなと思ってます。 まあ各地のね先生がネットを使って通信教育的なことをやる受講生のアウトプットに対して添削採点フィードバックをしていくっていうのをどんどん増やしていければなと思ってます。